こんにちは、なおみです。今日はとても簡単で美味しいバニラクッキードーバイトを作っていこうと思います。ボウル一つで混ぜるだけで簡単です。お友達にもプレゼントとして喜ばれるので、ぜひ作ってみてください。材料です。アーモンドバター1カップもしくはお好きなナッツバター、ココナッツフラワー4分の1カップ2スクープのプロテインパウダー、そしてお好きなスイートナー、あとはチョコレートバーです。ナッツバターをボウルに入れます。私はアーモンドバターを使いました。そしてお好きなプロテインパウダー、そしてカカオニブ、ココナッツフラワー、スイートナー、これを全部入れたら混ぜて丸めるだけです。ひたすら混ぜ合わせていきます。よく混ぜ合わせないと味が まだらになってしまうので、よく混ぜてください。そしたらあとは丸めていくだけです。ナッツバターにもよるのですが、あまりクリーミーじゃないとちょっとボロボロな感じになるので、なるべくクリーミーなナッツバターをおすすめします。もしくはスイートナーを多めに入れてください。ちょっと私のボロボロになってしまいました。なのでチョコレートコーティングをすることにしました。お好みのチョコレートを使ってください。私はビターを使ったんですが、ちょっと甘めの方がいいと思います。でチョコレートが溶けたらこれをコーティングしていって、私は半分だけコーティングして残りはそのままドーで食べました。あとチョコレートを少し残しておいて、このように刻んでドーだけの方にチョコレートを練り込みました。美味しいのでぜひ作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。